今回紹介するのは「リタとは何か」「集英写真書」という本です。第一章「器的リタ」を精読してこそ東京工業大学未来の人類研究センターの最初の研究プロジェクトであるリタプロジェクトその成果であり今後の活動の起点ともなるような一冊であるセンターに所属し プロジェクトのメンバーでもある5名がそれぞれ各賞を担当している。弊者である伊藤ア社が第1賞を担当しているが、結果として他の4名が担当する賞の内容も包含するような内容になっている。これは終わりにで中島武も触れている点であり、驚いたことにリタをめぐって共通する人間観に行き着きました。それは 器になることです。本書のポイントはここにあるといえるでしょう本書212ページとまとめている実際第1章は器的リタをタイトルとしているはじめにでは伊藤が本書を私たちが全員で育んできたリタをめぐる思考のご通りの変装です本書8ページとしているくらいなのでどの章を誰が書いてといったことはさして重要ではなく 全体として読み理解すべき本ということだとは思うが第1章から精読した上で進んでいくと本書の意図を十分に汲み取ることができるのではないだろうかかく言うのも磯崎健一郎が担当した最後の第5章は少々分位がつかみにくいいずれも著名な書き手ゆえにどの章からも読み始められる可能性があるが まずは第1章から順に読みたいところ以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします